BMI は1938年に設立されたイギリスの航空会社である。旧称は正式な社名のブリティッシュミッドランド航空であり、日本ではこの名称が用いられることが多かった。ノッティンガムにあるイーストミッドランド空港が本拠地。ロンドンヒースロー空港においては全ての離着陸権利の14%を所有している。か、ヒースローよびマンチェスターからは、 ヨーロッパの他北米及びアフリカ、アジアへ就航している。かつては航空連合のスターアライアンスの一員でもあり、資本関係としてはルフトハンザドイツ航空の参加にあった。2009年11月1日まではスカンジナビア航空も大株主の一つであった。BMI の本社2011年11月5日にルフトハンザからブリティッシュエアウェイズを参加に持つ。 インターナショナルエアラインズグループへの売却が発表された。売却は2012年3月30日に欧州委員会より承認され、同年4月12日にはブリティッシュエアウェイズによる統合計画が明らかになった。これに伴い、同年4月20日にスター・アライアンスから脱退し、2012年5月23日からワンワールドと提携を開始。 ロンドンヒースロー空港発着の一部路線で BMI が運航する便にブリティッシュエアウェイズの BA コードが付き今後それが段階的に拡大される航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している主な子会社としてイギリス内の短距離国内線を担当する BMI リージョナルと格安航空会社である BMI ベビーがある 前者は、本社同様、マイレージサービスや上級会員ラウンジなど、スターアライアンスのサービス対象となっていたが、後者は対象外となっていた。なお、BMI リージョナルは2012年6月1日に、セクターアビエーションホールディングスに売却され、同年10月27日までは、BMI 便の運航を続けるが、それ以降は、独自に事業を展開していた。しかし、 2019年2月16日付で運行を停止している。ダイヤモンドクラブ、ブルー、ブループラス、シルバー、ゴールドのステータスがあり、取得マイルに応じて様々な特典が受けられる。入会資格はヨーロッパ在住者のみとなっている。その他、ANA マイレージクラブなど、スターアライアンス各社のマイレージプログラムを利用することも可能であったが、 当社のスターアライアンスからの脱退に伴い、ルフトハンザグループのマイレージプログラムは2012年4月19日限りで使えなくなり、他のスターアライアンスメンバーのマイレージプログラムも同年5月31日限りで提携が終了した。なお、当社のブリティッシュエアウェイズへの統合に伴い、当プログラムはイギリス地区での提携クレジットカードでのポイントサービスなど一部を除き、 2012年内に廃止される予定である。BMI のエアバス A320 から200。この航空会社の機材は以下の航空機で構成される。ありがとうございます。